あの砲台から何が出るか、鉄球？鉄球が出るってことは、この鉄球をかわしながら、しかもこのドクロリフトをどんどん避けながら行けってことでしょう。ちょっと待ってね、これ感性がめちゃめちゃ効くわ。この青いドクロリフトがあるじゃん、感性が強すぎて。まあまあでもそれそんなに難しくないかもしれない。邪魔だよ鉄球が。なかなか難しいですわよこのコース。クリア率 2% だからといって甘く見ていた僕がバカでした。危ないね今の方だ。めちゃめちゃ速くなってなかった。さあここでドクロリフト。ちょっと待ってて、危ない、ちょ待ってて、いいね。誰か助けて。もうクリアテイク見せちゃいます。そこまで人気じゃない YouTuber としてさっさとクリアテイク見せちゃいます。さあこの青いドクロリフトに乗って一旦上に逃げておいた方がいい。でこの白いドクロリフトに乗るじゃん。そしたらね、青いドクロリフトの下に隠れれるんだよな。だからこれ隠れる。オッケーオッケーオッケー、これゴールできるんじゃない。やったー。